お、小野アナウンサー自撮りですね。はい、今日はスペシャルセルフポートレート、いえもちろん企業の、なんと10人以上の社員の皆さんに会社の自己紹介をしていただきます。さて、どんな自画像、いえ自社像が現れるのかお楽しみに。ではもう一枚。ほう、よく撮れてますね。ということで今回のリポートはこちら。日英工業藤岡市森新田にありますセルフポートレート、自画像によって浮かび上がるプロフィール。日英工業とはどんな企業なのか、そしてどのようなことに取り組んでいるのか、社員の皆さんご自身に紹介していただきましょう。おっと、こんなシーンも。詳しくは後ほど。一人一人の力、それが組み合わさって成り立つ企業という共同体。日英工業のポテンシャルとは一体どのようなものなのでしょうか。注目のリポートです。日英工業セルフポートレート、トップバッターはこの方、生方さん、お願いします。よろしくお願いします。弊社はプレス加工をコア技術とし、金型の設計製作から金属加工、各種アッセンブリーまで一貫生産を行っております。こちらの建物は本社工場となっております。また近くには第二工場があり、お客様にお預かりしている金型の保管やバフ研磨、ボール板、タッピングマシンによる加工を行っております。では中へご案内いたします。お願いします。さて中に入ってきましたが、とても素敵なエントランスですね。ありがとうございます。お客様をお迎えする空間として明るいイメージを大切にしております。こちらのショーケースには弊社の加工品を展示しております。お客様のニーズに合わせて多種多様な加工を行っております。事務所では総務部及び営業部、設計部隊を中心に業務を行っています。お客様からいただいた図面や帳票類を独自のシステムで管理をしています。また会議室では係長会議、生産会議、営業部生産部による新製品の検討会などを定期的に行っています。こちらも素敵な空間ですね。はい、ありがとうございます。こちらは食堂となります。従業員の約半数が女性社員ということもあり、ゆったりとくつろげてコミュニケーションを取れる場を提供しております。続いて執行役員の桜沢さんに伺います。弊社は建築、住宅、事務機、自動車など多岐にわたり、お客様のニーズに合わせた少量単一種の約2500品目を製造しております。弊社の強みとしては、さまざまな材料の自社での調達はもちろんのこと、県内を中心として165社の協力会社様のネットワークがあり、その技術と設備を活用させていただくことで、多彩な分野の加工依頼に対してものづくりができることだと思っております。ネットワークによるものづくり、品質にもこだわります。ということで、こちらは検査ですね。検査方法は測定機器を使用する寸法測定やゲージによる確認、目視による外観検査を中心に行っています。特に精度が求められる製品については、測定顕微鏡を使った寸法測定を行っています。また立体的な製品については3次元測定器を使った測定を行っています。これからも日英工業の品質を守る関所として、スピードと高品質に磨きをかけていきたいと思います。はい、というわけで日英工業の今を見てきました。では今に至る歴史、こちらの方に伺いましょう。日英工業の創業者、森口健二さんです。日英工業の創業はいつ頃になるんでしょうか。弊社は昭和58年に藤岡市の東平井というところで、創業をいたしました。
ちょうど今年が40周年になります。当初は個人経営でしたが、7年後に法人化をいたしまして、新しく工場を作って移転をすることができました。以後堅調に推移しましたが、リーマンショックで痛手を受けました。しかし営業努力で回復を果たして、成長基調に戻すことができました。現在の社屋とても素敵ですね。とにかく綺麗な建物を建てようと、で綺麗が財産ということをいつも思ってまして、うちは女性が多いもんですから、やっぱり女性のためにも工場全体を綺麗にしてきたのが、いい結果につながっているのかなというふうに思います。2年前に代表をバトンタッチ、現社長森口聡さん、前半のリポート締めていただきましょう。弊社は創業以来、創意工夫と全力投球をさぜに掲げ、日々頑張ってきました。この社是は現場から経営層まで、それぞれの立場で具体的な行動指針にしています。現在ビジネス環境は急速に変化しており、自動車の電動化や AI の発展など新たな技術が次々と出現しています。しかし、ものづくりを人間が行うという基本的な原則は変わらず、我々の強みであり続けると信じています。一方、零細企業の経営がますます厳しくなっている事実があります。それでも弊社は業界全体の協力体制を築くリーダーシップを発揮し、これらの課題を乗り越えていく覚悟をしています。日栄工業のセルフポートレート、その輪郭が見えてきました。さらに深掘り、ものづくりの現場へ、後半へ続きます。 BJ スポット、藤岡市森新田日栄工業のリポート。今回はスペシャル、企業のセルフポートレートということで、社員の皆さんに会社の自己紹介をお願いしています。後半はものづくりにぐぐっとアプローチ、小野アナウンサーお願いします。はい、日栄工業のものづくり、プレスをコアに一貫生産ということですが、こちらの現場からご覧いただきましょう。どうぞ。お、これは組み立ての現場でしょうか。はい、そうなんです。お話を伺ってみましょう。協力工場様のネットワークによるものづくりが当社の強みであることについてお伝えしましたが、社内プレス工程をはじめ、各協力工場様で作られた部品がこの組み立て課に集まります。約200品目のアッセンブリー作業を行っています。これだけの品目の生産に対応するため、多能効果を積極的に進めており、今ではお客様からのオーダーに応じて速やかな人員配置ができるほど習熟度が進み、機動力が高まっています。次はこちら。あ、こちらは溶接ですね。はい、私たち溶接課は4名で構成されており、プレス工程の後工程として主にスポット溶接、プロジェクション溶接、また製品に応じてティグ溶接なども行っています。先ほど組み立て課で女性が活躍している様子をご覧いただきましたが、溶接課でも半数の2名が女性であり、大変活躍してくれています。ものづくりの現場、最後はこちら、日栄工業のコア技術プレス。いやー、壮観ですね。弊社には15トンから200トンまでの計38台のそれぞれ特徴を持ったプレス機があり、45トン、150トン、200トンの3台が純層加工にも対応できます。日々の生産においては毎日異なる約40部品もの加工を行っております。また多品種小ロット生産に対応するため、いかに段取り時間を短縮させるかについて知恵を出し合い、日々改善に励んでおります。今後も次世代への技術継承を行い、日栄工業としての技術力をさらに磨き上げていきたいと考えています。磨き上げの加速するものづくり、現場の声をお伝えしましょう。今はどんなお仕事をしているんですか。
生産部溶接課に所属し、主にスポット溶接作業を行っています。どんな時にやりがいを感じますか？自分で段取りや研磨をやって溶接し、試験をした時にしっかりと溶接されていることが分かった時、達成感を感じます。新井さんはどんなお仕事をしているんですか？品質管理部に所属し、主に製品の検査作業を行っています。どんな時にやりがいを感じますか？私は入社してまだ4ヶ月ですが、さまざまな測定機器を使いこなせるようになった時にやりがいを感じます。さて、日英工業では現場改革の取り組みも進んでいます。ん？こちらは？はい、全員参加の改革の一つ、5S 活動の発表会の様子です。弊社では生産活動すべての原点は 5S にあると考え、 5S チーム活動に取り組んでいます。5人程度でチーム編成を行い、計12チームが担当エリアを設け、活動テーマを自分たちで考え実行に移しています。また活動成果の発表会を定期的に開催し、各チーム同士が互いに刺激を受け合うことで、ますます活動が活性化されており、徐々に大きな成果が現れるようになってきているんです。また社員の皆さんの前向きな改善活動に対し、弊社独自の表彰制度も設けており、現状を打破する画期的な改善に対しては最高で10万円の報奨金をつけて表彰するといった取り組みも行っており、モチベーション向上にもつながっているんです。そしてもう一つ、実は森口社長、元大手企業の SE、システムエンジニアの経歴もお持ち。その経験を生かし、今社内の DX 化に取り組んでいるということなんです。私のサラリーマン時代の経験を生かして、現在社内のシステム構築を進めています。我々のような零細企業には、IT エンジニアの方がなかなか入っていただけないので、実質私が一人で開発をしております。ただですね、最近になって AI の生成技術が発達してきたおかげで随分助けてもらっています。これからはシステム開発が進むのではないかと期待しています。日英工業セルフポートレート、おかげさまで中身の濃いリポートになりました。社員の皆さんによって切り取られた企業の姿、リアルで血が通っています。以上 BJ スポットでした。